はい、日本電気自動車レース協会の富澤さんです。おはようございます。おはようございます。まあ電気自動車のことを語ると長くなると思いますが、はい、なぜ EV レースなんでしょうか。はい、今、まあ、昨今地球温暖化等々、いろいろ環境に対して騒がれてますので、モータースポーツを通じてですね、はい、地球環境にいいことをやろうかなと思って、はい、2010年から、はい、まあ、今年で8年目なんですけど、すごいですね。電気自動車をちょっと普及しようかなと思って始めました。はい、で今日は今日僕が乗せていただくのはテスラなんですけども、まあ、テスラのクラスとか、まあ、これはピュアですよね。そうですね、我々日本電気自動車レース協会は、いろいろ始めて8年目なんですが、いろいろクラスを増やしてまして、モーターの出力で、はい、今9クラスぐらい、増やしてます。はいはい、で向こうには、BMW の i3 なんですけども、はい、これはピュアではなくて、そうですね、レンジエクステンダークラスといいまして、はい、エンジンで、バッテリーを充電するというクラスも去年から実は新たに加えました。はい、じゃあ、まあ、市販されている車含めいろんな自作の EV 車もありますよね。そうですね、我々はもうもちろんレースなので、はい、勝った負けた早い遅いっていうのも大事なんですけども、 EV を普及するためにはいろんな車に出てほしいなと思ってますので、はい、いろんなクラスを作って楽しんでいただければなと思っております。はいはい、これをご覧いただいた方はぜひ参加していただきたいですね。そうですね、これでまあ、モータースポーツを通じて、環境にいいことができればいいなと思っております。はい、今日よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。やりたかったんです、これが。あ、すごい効くのは、やっぱ60キロぐらいまで、まあ、効きますね、すごく。なんかガタガタ言うぞ。この画面見えないですかね。今ステアリングモードがコンフォート標準スポーツってあるんですけど、まあ、それをスポーツにしました。回生ブレーキは今標準の状態ですね。標準というのはね、結構効くんですよ。80キロからでもやっぱグッて効きますね。でレンジモードを今オフにしていて、オートハイビーム。あ、路面結構乾いてますね。うん、これはオーナー車のテスラ 85D です。85kW のモーター、それをお借りしてるんですからね、ありがたいことです。ああ、やっぱ120、ああ、なるほどね。120ぐらいからだと、効きは、回線の効きはあんまり強くないですね。あれ？ミラーが合わせらんないじゃん。ああ、いったいった。今最終コーナーに向かって、まあコースはもう乾いてきてますね。レコードラインはこれ乾きますね。うん、ロードノイズと風の音しかしないです。ああ、これタイヤが温まんないな。さあ最終コーナーから今行きます。ほぼ100キロで立ち上がって、前回、あ、風切り音がすごい。どっか開いてる？
あ、ちょっとなんか吸い出されてる音しますね。タワー下で209キロ、パナソニック下で220キロ。まだコース上あと着きますね。うわ、操縦性いいねこれ。100R を、あ、今あれですね、電子制御入るんだな、車両安定装置トラコンですね。あれ、ちょっとパワーのかかり方が弱いかな。ちょっとここが濡れてるんですね、タイヤのせいじゃなくて路面が濡れてますね。まだいいね、いいねこれ。あ、入るのは車両 VDC でノーズがちゃんと入れてくれてますね。あブレーキつかまれちゃいました今。さあ展開で立ち上がって、さっきとパワーの出方はどうでしょうか。コントロールタワー手前175キロ。あれ、やっぱり落ちてるかな。あ、落ちてるな。196キロ。さっき210キロ行きましたから、あ、落ちてますね。そうか、2周目でもう、10キロ、14キロ落ちたか。これは意外ですね。スタート前に420キロ残り走れるって言っていた、メーターが今368キロになりました。いや、やっぱり早いし、そのバッテリーが床に搭載されてるっていうことで、操縦性は本当抜群にいいですね。まあ、もちろんその重さもあるので、ストレートで200キロ超えちゃうと、まあ、1周2周はもちろん大丈夫ですけども、ブレーキは本当もっと余裕があってもいいぐらいですね。で、あと回生ブレーキももっとその速度の高い域で効くと、より、いろいろな意味で、まあ、バッテリーへのチャージもそうですけど、いろいろな効果が出そうですけども、まあ、そういう使い方すると多分急に発電するんでバッテリーに良くないっていうこともあるんでしょうね。まあ、ともかくテスラ初サーキットでしたけども、テスラモデル S、 やっぱり操縦性抜群に良かったです。まあ、レースの方は、成り行き次第で、はい、とりあえずやれるだけはやります。